はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。4月6日のね、もうすぐ2時ですね。はい、朝鮮オンラインという日本音で言いますと朝鮮日報ですね、韓国の保守系の新聞の日本語サイトにですね、4月6日ですか、今日ですね、今日の11時20分と言いますから、どうでしょう、2時間半ほど前ですか、に出たニュースでございまして、こういうのございます。415韓国総選挙、とにもかくにも韓日戦韓日戦ですって。日本が行って戦ってるわけちゃうんですけどね、日本の誰かが行ってね、君らと戦うよって言うてるわけでは全くないですね。全くないですし、今日本と韓国の間で、いろんな問題がありますけど、なんていうんですかね、こうホットに戦ってるという場面ではないんですよね。いろんな問題が、寝てます。寝てる状態でして、それをギャン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 とやり合ってるわけではないですね。でも向こうの選挙は、なんていうか、こう与野党ともにですね、こう日本と戦うんやということになってるというお話でございます。まあちょっとね、なんていうか、日本人にはちょっと分かりにくいんで、ちょっと読みながらお話をさせていただきたいなと思います。で、込み出しがですね、韓国与党、野党は土着和光、義兵決起、…野党、新型は人心和乱、ムンジェインは戦争。戦争って宣言の戦に祖先の祖って、李朝というのがございまして、ちょっと前、日本の江戸時代に相当する時代にですね、お隣の朝鮮半島では李朝という王朝がございまして、その時代でございました。その王様の一人、14代が戦争という方でございます。ちょっとね、分かりにくいかと思いますが、読んでいきましょう。飛ばしながら、全部読めへん、こんな。今月15日の総選挙まであと10日となった5日、与野党は韓日問題でまた正面衝突した。共に民主党などの与党とその周辺では野党未来統合党のことを土着和光親日勢力と言い、未来統合党側は新型問題を人心和乱日本側故障文禄慶長の意義、この前豊臣秀吉が攻めていったというあれですね、に例えて、ムン・ジェイン大統領は無能な戦争朝鮮時代の第14代国王だと対抗しているそうなんですか。共に民主党って、これはムン・ジェインさんの与党ですね、共に民主党は各候補の選挙陣営に配布した総選挙戦略広報遊説マニュアルで、国民たちは今回の選挙を韓日戦と呼んでいる。韓日戦ってね、日本戦ってるんですか今、当事者意識ないんですけどね。続けます。日本政府には屈辱的だが、ちっとも屈辱してもらってないような気がしますけどね。続けます。韓国政府を非難することばかりに救急としている未来統合党に審判を下してほしいという内容を盛り込んだ。共に民主党の比例衛生政党である市民党チェ・ベグン常任共同選挙対策委員長は先日、今回の総選挙は国内政治であるというように偽装された韓日戦、共に市民党は義兵であり反対側には未来統合党がいると言った。もうこの辺もややこしいんでね、さらっと言いますとね、韓国の総選挙は300の議席を争うんですけどね、確か50がね比例代表制なんですけど、比例代表制の50席に関しては選挙区でたくさん議席を得た政党は議席を取っちゃいけないというなんか妙なルールがございまして、だから例えば自民党は比例代表では席取れないとかね、そういうルールなんですね、日本的に言えばね。だから自民党は
小自民党とかで作ってですね、衛星政党なんですけど、それで比例代表戦ってるんですよ。なんや、ようわからんという。なんでそんなややこしいことしてんのっていう。ちょっと私には理解しがたい制度なわけです。まあ、その辺でぐちゃぐちゃぐちゃ書いてあるのも省きます。省きます。最後の方いきますね。与党支持層が韓国の貿易が欧米に比べて成功したのは、ムン・ジェイン保有国だから、保有国ってよくわかりますね。だからだというと、未来統合党支持者たちは、ムン大統領のおかげではなく、韓国の社会医療システム、医療従事者、公務員、専門家をはじめとする全国民の協力のおかげだと反論した。まあちょっと、この後英語詞で読みませんけども、現状ですね、韓国は、この大騒ぎを抑え込んだという状態、数字上はそうなっています。多分まあそう、韓国の場合はそんなにね、どう言いましょうね、現実と違うということを発表しにくいお国柄なんで、まあかなり現実に近いのかもしれないなという気はいたします。もう徹底的に検査をしてましたし、そう持ってはる人はどうこう行動したっていうのも全部公開されるんですね。人の名前は公開されませんけど、こことこことこことここ危ないみたいな、ここをこう行ってたみたいな。だから皆さんそこに近寄らないようにしてるらしくってですね。まあかなり、どう言いましょうね、このまま収まれば、称賛に値する、こう、政策を取られたというふうに、見れないことはないですね。で日本はね、かなりこう、いい加減っていうんですけど、中途半端なやり方を、韓国に比べたら中途半端なやり方をしたと、こう言えなくもないですね。症状が出た人だけを検査するということをやってますんで、実際どんだけ広がったかようわからんというふうに、と言われても仕方がないですね。ただ数の上では日本の方が少ない。まあ、もちろん人口比では日本の方が少ないわけなんですけども、一応ですね、韓国では抑え込み政策は成功したというふうに見られてまして、そのこと自体に対して、野党側も争っていない感じですね。だから野党側もこれは別に与党のムンさんがやったことではなくて、みんなが協力したからできたんやという言い方をしているということでございます。今読み上げたフレーズについてはね。で、15日投票の、まあ、300議席を争う選挙をなさっているわけですけども、なぜかですね、どっちも相手が日本やーって日本やーって言いながらですね、戦ってはるわけでございます。日本からすると、俺いつそう参加してるのみたいな、そういう感じでございますね。おかしい、おかしいというか、まあお隣ではね、何かにつけてですね、日本が登場します。で、日本では昔に比べてはむちゃくちゃね、韓国という名前を聞く機会が多くなりました。それこそもう20年前30年前なんかは、新聞の新聞全部読んでもその韓国関係の記事が一つもないなんていうのは、まあまあありましたし、まあ、今でもね、どうでしょうね、月何回かぐらいは何の韓国系の記事もないとい う日もあると思いますよ。もうそんな気にしてチェックしてませんからね、日本人はね。それくらいこうお互いの意識の差があるわけでございまして、向こうではもう選挙の主要なですね、争点っていうんでしょうか、なんていうかね、論点って言いましょうかね、よくわかりませんけどもになっていると、で当事者というか、なんていうか、載せられているというか、その論点にされている日本は、日本政府も日本人一般も全然意識はない。そもそもね、4月の15日に韓国で総選挙があるということを知っている日本人って多分1割もいない、 2、3% じゃないんですかね。まあ、もちろんね、日本の選挙やったら日本人知ってますよね。で、アメリカで、ね、大統領選挙やってますよね。あれの投票日が11月にあるっていうことを知ってる日本人も
まあ、おそらく1割から2割ぐらいですね。要はよその国関係ないなんていう、まあ、大半の人はそうですよ、大半の人はそうなんですけども、あのお隣のあの国に限ってはですね、何かにつけてですね、あの日本が出てくると、いうわけだって、もう準主役というか、まあ、主役と言っていいぐらいですね、なんか何かにつけて政治の主役と言ってもいいぐらいで、そんなことより国内のことやったらええんちゃうのと僕は思いますけども、まあそうなっているというお話でございました。あの貼っときますんで、よろしければ読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございます。